チカチケドーン。何言ってる。ゆるい英会話101。あとアントザの巻、うん、巻同じ。こんなの考えて外国の方は喋ってる。絶対考えても喋ってないと思うけどな。不定冠詞 Repeat after me。 Repeat after me。 A cloud。 A cloud。 雲。複数は Clouds。 Clouds。 深さんはないって。ないって。定冠詞付き The cloud。 The cloud。 The clouds。 The cloud。 深さん The fog。 The fog。 なんでいきなりクラウドがフォグになる。マスがもったいないから言えたとか。フォグの場合だったらっていう意味、うん、無冠詞、うん、フォグは単数も複数もなくて深さんただのフォグ。フォグランプ。いや、あれさ、聞いたことあるさ、機械の英語でさ、ティカチケットっていうね。テイクアチケット、ティカチケット。高速のでしょ、うん、聞こえた。テイク、あが聞こえるって。テイクチケット。アメリカの血は流れてるけど薄いみたい。半分入ってるはずだけど。昨日枕洗った。ピロー、ウォッシュでしょ。枕が名詞。質問系できた。昨日はイエスタデイでしょ。イエスタデイは時間でしょ。どんなって質問する。 Do you? 昨日。そこイエスタデイから始まる。過去 past tense は Do の past tense は Does。 No。 Do past tense。 Don't 洗うな。なんなん、 Do の過去形って何だった。 Do と Does と Don't と過去形は What's the past tense of do? ドット。ドット ED。 Do。 何言ってる。Did。 Did? Did you wash a pillow yesterday? Did you? Did you? Wash? Wash? A pillow? A pillow? Yesterday。 Yesterday。どんな過去形とかも忘れたってよ。あそこの公園に連れてって。公園が名詞、うん、パーク、うん、でそのパークはもう分かってるわけ。ザパーク。 The park。 あそこ、あの、ダット、うん、ザでいい。ダットイズ Go to the park。 連れてってって。 Please go to the park。 公園に行ってください。連れて行くって何単語。 Take a ticket。 あ、近いよ。 TakeTake。 Take me。 何か区分しなったの。 Take me。 Take me。 Take me the park。 Take me go to the park。 To。 Take me to the park。 Take me。 Take me to the park。 The park。 Take me。 私を連れてって。 To がへ。 どこどこへ。 え。 The park。 その公園。 じゃあ会話入れてないさ、公園だったらさ、子供がさ、お母さんにさ、うん、公園連れて行ってってからさ、行ったことない公園だったらさ、うん、Take me to a park。 A park。 A park。 少し難しくします。無理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 、絶対無理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 。だって今ので大変なことだったって。2箱のミルクを持ってきて。ミルクが名詞でしょ、うん、ミルク。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 2箱のミルクを持ってきて。持ってくる。ハブ。持っている。テイク。持っていく。逆。持ってくる。持ってきて。持ってきて。カモン。カムヒア。カムヒアミルク。お前こう言ってたら自分で。まず最後はトゥーミルクスでしょ。2箱の2 bottles of gin。 2 パックス。ミルクってパックじゃないの。ミルクとかの箱は名前なんて言うんだったの。ガロン。それ単位じゃない。あのタバコの箱なんて書いてある。ボール。昔カートン、うん、あ、カートンって言うね。トゥーカートンズミルクのミルク。トゥーカートンズオブミルク、うん、で、あと持ってきて。2個言い方どっちでもいい。 B から始まるのでもいいし、 G から始まるのでもいいし。持ってくるっていうの、とビハインド。ミルクの後ろ。間ではない。Between。 あれ、Between。 どっちも違う。I know。 も、はい、知ってる。持っている。知っている。持ってきて。 Come on。 ググった人が。ググった。 Bring。 Bring me。 当たり。 Bring me to
cartons of milk. Bring me. Bring me. Two curtains. とはつかない。Curtain. Curtain. Two curtains of milk. Two cartons of milk. Bring me two curtains of milk. Bring me two cartons of milk. 私たちは We 昨日 Yesterday フレンズを2話見ました Two sentences Two episodes 複数 Two episodes Episodes 名詞はフレンズ Episode、うん、We are 昨日か We were We watched We watched フレンズ2話のフレンズを2 of episode 2 on 2 2 We watch the friends 2 episode 私たちはフレンズを見ました2話エピソードはさ加算名詞不加算名詞加算複数だからあはつかない We watch the 2 episodes of friends ピンポン We watched We watchedTwo episodes of Friends. これ普通の会話に感じるけどさ。でしょ？名詞とかが分かりづらいって。2話のエピソードが名詞だっけ ？1 年後にはペラペラになっている予定。なれるかな？なっているはず。1年後に TOEIC で550点取れるように頑張ります。うん、頑張ります。喋れるかわからんけどまた疑問点が出てきたら動画を作ってあげたいと思います動画とかにした方が記憶に残りやすいと思う、うん、では皆さんまた次の動画で Thank you for watching Bye こんなんでいいの本当にカタカナ英語みんなの自信になるできないやつでもできるようになる、うん、どんどんできるようになっていく、うんThank you for watching. Bye. Bye. Bye.